はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。タヌ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。9月12日 NHK 経営委員会資料の中段でですね、 NHK ネット配信の広く公平に負担を求める、 NHK ネット配信の負担を求める、広く公平に対象をですね、ネットで NHK 見る人ではなくてですね、番組を受信できる環境にある人としていることから、 NHK はですね、スマホ持ってたら金払えっていうのを狙っていることが丸わかりですね。衛星放送ラジオのネット配信については年内をめどに結論を出すとあり、時間の余裕があんまりないであります。NHK 着々とネットから金取ろうと、いろいろやってますけれども、あんまり時間がない。始まってしまう、下手したら今度の4月から始まっちゃうかもしれない。というわけで10月22日 NHK ネット聴取反対デモを開催いたします。来てねー。デモに参加してですね、後世こんな立派な人たちもいたんだって褒められましょうよ。あとですね、やらない善よりやる偽善っていうのもありますしね。とにかく行動することが大事だと思いますんで、首都圏の皆様よろしくご参集ください。イスラエル状況、ガザ北部の病院が攻撃され500人が死亡、パレスチナ保健当局、イスラエルが空爆した、イスラエルミサイルはガザ内部から放たれた、ハマスはですね、南部に逃れようとした住民を撃ち殺してんで、イスラエルを世界、イスラエルを悪にして世界の同情を自分らが変えれば、まあそれぐらいやるんだろうな。もしそうだとしたら、ハマスつくづく鬼畜ですけどね。あとは誤爆っていう、ハマスがミサイルの取り扱い間違って爆発しちゃったなんてことも考えられますね。米国、イスラエルに兵士2000人を送ると発表、すでに空母艦隊を2つも派遣してるし、で、大盤振る舞いですね。この上兵士を行かせるのはですね、イランやシリアが参戦してきた時に、米兵保護のため手出しする、大義名分にするためかなと推測いたします。スクープを求め、イスラエルで活動しているジャーナリストの死亡者は少なくとも15人以上。日本にジャーナリストはいないので、この中に入ってないですね、多分。確信であります。外国の記事を買って、安全なとこから偉そうなことを言うのが、日本の報道、メディア、マスゴミ。エジプトとの境に設けられたラファ検問所で爆発が起き、パレスチナ人15名死亡、どこがやったものかは不明、住民を盾としたいハマスの避難妨害か、そうだとしたらつくづく鬼畜ですね。イスラエルに進出している日本企業は92社、駐在員の国外脱出の動き広まる、航空機は普通に今でも動いているみたいであります。ベルギー首都ブルッセルでイスラム教徒が銃乱射、スウェーデン人2名死亡、観光客かな、スウェーデン人、ベルギー人じゃない、犯人は未だに逃走中で、ブリュッセルの警戒レベルはマックス、またやっかもしれないですからね、銃乱射。23日から国会始まるんですけど、そこの最初で行う岸田総理の所信表明演説で減税への意欲を盛り込むことが判明、絶対嘘と誰も信じず信じらんねえよね、それはね。世論です。意欲だけだろ、言うのはただと見せかけて増税、誰が騙されるかよ。意欲なんかどうでもいい、結果をくれ。こいつも大概だけど、まだ騙される国民も驚愕。やりたいです、嘘です。増税する気満々のくせに、累進課税上げて食料品への消費税ゼロにしたらいいと思うよ。できもしないことを言うのはやめなさい。どうせ一部下げて一部上げて結局増税だろ。今までの所業からですね、増税メガネが減税するわけないだろうが、減税ってできるんだという実例を作りたくないですね。財務省が全力で阻止すんだろうな。あることないこと吹き込んでですね、バカがそれを鵜呑みにするっていう構図はですね、消費減税すると買い控えが起こる、
だからやらない、っていう発言から明白ですね。よって意欲だけ表明してやりたいですっていうだけで、まあやらないんだろうな。もしやるとすれば、万が一やるとすれば、高所得者の税率を鼻くそ程度下げる。で、減税しましたって大威張りする。高所得者は数が少ないから、額はわずかであります。額はわずか。そのぐらいのことをやってお茶に濁すんじゃないかな、予想しています。3年間は転籍も解雇もできなかった外国人実習制度が1年で転籍できるように法改正される模様。これどういうことかっていうと、一旦そこに配属された実習生は動けない。3年間は勤めないといけない。企業の方も解雇できない。こいつ勤務態度悪いからとか、使えねえからとかで、解雇できない。紙面ではですね、地方経済が壊滅するなんて、発表しますけど、なんでだよ。なんでなんだよって話なんですけどね。世論です。日本人雇いよ。今まで3年間転籍できなかったら、外れ職場に当たったら、失踪を選ぶしかなかったんだよな。技能実習生として来日、行方不明になって犯罪者グループへ加入。まあ、行方不明になった時点で、不法滞在者っていう犯罪者ですけどね。他企業が育てた人材が引き抜きやすくなったって逆に考えられないのか。奴隷を正当化しててつくづく異常な制度だよな。実習生がいなければ成立しないビジネスって初めから無理なんじゃ。転籍されたくなかったら賃金上げろよと。外れの職場でも3年間辞められない。失踪。外れ人材を3年間解雇できない。いじめて逃げるように仕向ける。失踪。これがですね、失踪者年間9000人の原因じゃなかろうかと思ってますけれども、もちろん初めから失踪する気で来るやつもいると思われますけれども、そういうやつはもっとお手軽な観光ビザで来るんじゃなかろうか。最初から失踪したろうなんて。全くね、毎年毎年不法滞在者をですね、数千人増やして、もうすぐ1万越したじゃねえかよ。こんなバカ制度早くなくさないとね。紙面では地方経済が壊滅するって騒いでから、こいつなんかの利害関係者が、中中側がって調べたら、実習生を送り出す機関のですね、ミャンマーユニティってバリバリの関係者でした。これ書いてるのが。こういう連中は遠慮なくですね、人会って呼んでみましょう、人会って。やってることをそれだから、人会って呼んでやりましょうね、こういうやつら。育てた人材を他に引き抜かれちゃうって、それが嫌なら高い賃金で移留したらいいじゃんね。つうか普通に日本人やっとえばーかって感じなんですけどね。増税内閣支持率が発足以来最低の 29% 朝日調べになったことについて立憲幹部、もう上がることはないのでは、支持率 4% 共産小池晃、退陣すべき、解散はいいや、支持率 2.3% 謎の上から目線をかましてしまうと、世論です。立憲かよ、お前らが言うな。小池は解散選挙は嫌みたいだな。野党は支持率についてなんか言えたもんではないぞ。退陣しても顔が変わるだけで意味ない。立教が人気なわけではないので勘違いしないように、もっと下がったところで選挙になった方が野党は有利だろう。なんで退陣求めんの。バカで幼稚で無責任はパヨの常。 4% と 2.3% の自分らに支持率語る資格があると思ってるところが大笑いであります。増税メガネは嫌いだが立憲と共産の方がもっともっと嫌いです。私、あと社民とレアもね、上川だよね、上川じゃないよね、上川外務大臣発表、ガザに総額15億円程度の緊急人道支援を行うと。世論です。ばらまきメガネ、テロリスト大喜び、ばらまく時の判断は早いな。おい、ちゃんと住民に渡るわけない。外国にはすぐばらまく、日本人からは3万取って外国には15億円プレゼント。つっても現状だと通れなくてエジプトに積まれるだけみたいだよ。これをハマスが横流しして武器に変わるんだよ。国内にどれだけ困ってる人がいても放置のクソメガネ。後で増税して回収しますと。またね、海外には気軽にばらまいてね。そんなんだからね、支持率下落が止まんねえんですよ。国連もトラック100台分の支援物資を送ったんですけど、エジプト国境で通れなくて待機中なんだって。日本は国連に大金払ってんだから、そのうち何台分が、うじらの金で用意したもんだわって言ってもよかったんじゃねえの。支援してもハマスが喜ぶだけで、あいつら赤ちゃんのおむつだろうが粉ミルクだろうが
売り飛ばして私腹を肥やしますからね。それが分かっているイスラエルからしたら、ち余計な真似を、まあいいや、国旗を通さないからってとこっすかね。今日の単身であります、松野官房長官、有事の際の沖縄県難民受け入れを熊本県知事に要請、これは怖いと話題に。東京都も弾道ミサイルの訓練、弾道ミサイルから逃げる訓練やるっつうし、イスラエルのゴタゴタどさくさで中国がなんかやる情報でもあったんでしょうか。ジャニーズのタレントが紅白に出たら 10.6% が受信料の支払いやめるわと回答。解約せずに滞納するっていうのはおすすめできないので、テレビ捨ててね。全米で場所を問わず、のびのように、いたしゃ流行。いたしゃ。とうとうヒューストンに、施工専門店、ウェーブストップ、出現。アメリカでいたしゃが流行ってる。いたしゃってこういうやつですね。徳亜が、妬ましそうに見ている。日本のアニメが大人気で、共産や立憲、アグネスなんかの手先を使って漫画アニメの表現規制を企んでいるから阻止しなくてはならない。弥生県、バイトが集まらずに座席制限してしまう。店の半分しかこの時間は使えませんみたいな。客を絞ってしまう。バイト代上げるぐらいなら人集めるためにね、売り上げ減った方がマシというその意気やよし。よくないね。全然。在日外国人、トータル322万人、うち永住者88万人、実習生35万人、高度な労働者35万人。これエンジニアとか、まあそういうね、技術系とか、あとどうしても通訳とか、そういう高度な労働者35万人、留学生が23万人、50万人に増やすなんて、寝言ほざいてましたけどね、留学生ね。国別在日外国人ランキング。1位、中国 78.9 万人。2位、ベトナム 52.0 万人。まあ、ベトナム人で永住者っていうのは少ねえんだろうな。多分、働きに来てんじゃね、実習とかね。3位、韓国 41.2。4位、フィリピン 31.0。5位、ブラジル 21.1。6位、ネパール 15.6。7位、インドネシア 12.2。8位、ミャンマー 7.0。9位、米国 6.2 万人。10位、台湾 6.0 万人。1位と2位の中国、ベトナムはどちらも共産主義一党独裁の国ですね。お前ら誰もが平等なね、パラダイスみてえな地上の楽園作ってんじゃねえのかよ。なんで国外に逃げるんだって。国民が、人民が。米国人 6.2 万人のうち4万人は米兵ですかね。あとね、ちょっと見てほしいんですけど、10位以内にインド人が入っていない。やたらインドカレー屋あるのに入ってない。これね、ネパールなんですよ。インドカレーって、本格インドカレーって、インド人じゃねえの。ネパール人がやってんですよ。まあインド人が6万人以下ってことにも、びっくりしちゃいますけどね。街の本格インドカレー屋の数に比べて、ヨーロッパアカガエルのメスはタイプでないオスとの交尾を避けるため死んだふりするとつい最近判明。そこまでされて避けられるオスがまるで俺らと弱者男性がむせび泣く。俺と話す女の目が死んでいるとか、まるで俺らと、オスが切ないとむせび泣いておりました。というわけでですね、10月22日にネット聴取反対スクランブルでもやりますんで、皆様よろしくご参集ください。参加して、こんな立派な人たちもいたんだなーって、後世褒められましょう。そうしましょう。やらない善より、やる偽善とも申しますし、このデモが偽善っては言わないですけどね。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。